こんにちは、みよとです。本日も吹奏楽動画やっていきたいと思います。いや皆さん、もうスヌーピーも楽器を演奏する時代になりましたよ。まずはこちらをご覧ください。ででん。はい、こちらね、スヌーピーが楽器を演奏しているガチャガチャでございます。種類としてはトロンボーン、トランペット、スネアドラム、コントラバス、そしてサックスと、まあ画像にもあるようにね、ジャズって書いてあるんですけれども、使っている楽器としてはね、吹奏楽と全く一緒ということで、今日はこちらをですねやってまいりました。約1000円分だから3回ですね。本当はもっとやりたかったんですけれども、中身のね、あのカプセルが思った以上に少なかったんで、ちょっと3回でとどめておきました。きらめき楽器の時同様ですね、ガチャガチャを回した後すぐカバンに入れてきたんで、中身がね全く見えておりません。だから被っているかどうかも分かんないですね。自分の狙いはやっぱり打楽器なんでね、こうスネアを叩いているスヌーピーが当てたいです。さあ、前振りもねそこまで長くするとあれなんで、早速開けていきましょう。1個目はこちらです。黄色いカプセル、300円にしては意外とちっちゃいんですね。さあ、なんか管楽器っぽいものを持っていますよ。開けていきましょう。いきましょう、せーの、パカリンチョ。さあ、紙にくるまって出てきたのはこちらですね。お、サックスを吹いているスヌーピーですね。見て、めっちゃ可愛い。サックスをね、上向いて吹いているんですけど、なかなかすごい体勢だな、こいつ。これ何サックスかな？アルトかテナーかな？バリトンではないと思うんですけれども、こちらね、ピンクのリボンをつけて、サックスを吹いているスヌーピーでございます。こちらは反対側ですね。多分これ、手の持ち方的に逆じゃね？いや、違う、合ってるか。待って。いや、合ってるな。久しくサックス吹いていないんで分かんなくなっちゃいましたけれども、まあ大丈夫だと思います。で、可愛らしいことにね、この、スヌーピーといつも一緒にいる黄色い子、名前忘れちゃったんですけど、その子がね、8分音符に乗っているフィギュアもついているんですよ。この子はね、なんか、どの種類にもついているらしいんですけど、これ可愛いね。ということで、1個目はサックスでございました。続いていきましょう。2個目。これでサックスだったらめっちゃ凹むけどね。5種類しかないけれども、全部かぶりなしで当てたいところ。3つ目、3つ目じゃねえわ数も数えられなくなってる。せーの、2つ目。あ、ピンクですね。大丈夫かな。中身的には、あ、喜べ低音よ。2個目はせーの、バスーンと、はい、こちらですね、ウッドベース。まあチューバとかね、 UFO がないのであれば、唯一低音であるこのコントラバスを当ててくれと皆さんは思っていたのではないでしょうか。さっきのスヌーピーはね、なんか目をつむっていた感じだったんですけど、このスヌーピーは目開いてますね。若干上向いた感じで、基本上向いてるなスヌーピー。弓じゃなくてこれ指で弾いて演奏していますね。あれ、これ指逆じゃね。え、待って、ちょ待ってよ、待って、いや合ってるわ、ごめんなさいはい、こんな感じで2つ目はウッドベースでございました。ちなみにね、さっきと同じやつついております。8分音符、これもな、なんか9分とかさ、16分音符とかも種類あればいいんだけどね。さあ、ラストですね。これ打楽器当てたいところだな。金管の、あのトランペット、トロンボーンには申し訳ないんですけれども、ここは打楽器を当てさせていただきます。はい、真っ赤決まり。これもスネアですわ。はい、見ていきましょう。スネアじゃないです。3つ目はこちら、ベーベーンと、はい、おめでとうございます。トロンボーンです。じゃじゃーん。みんな、あの目とか顔とか表情違っていいですね。はい、こんな感じでトロンボーンを吹いているスヌーピーちゃんです。あれ、これ手逆じゃね。これこそ逆だろ。ちょっと待ってよ。左手をピストルでスライド、右手だから、これに関しては分かりづれ。多分合ってると思うけど、なんか分かんねえともあれ3つ目トロンボーンでした。でね、同じあの黄色い子なんですけれども、この子もね、実は表情違いましたね。トロンボーンのやつは口開いているんですよ。サックスのやつと比較、ちょっと表情違いますね。まあそこら辺でも楽しめるかなと思います。ということで、今回当てたのはこちらの3種類。
ということで本日はスヌーピーのフィギュアファンタスティックジャズウィークエンドを3つ開封してまいりました。まあ被りがなかったのは良かったかな。まあ3つしかやってないしね。俺だったら3つやってもね、いつも1つはね必ず被るんで、この結果はなかなか上出来かなと思っております。また機会あったらね、残りの2つトランペットとあのスネア当てていきたいなと思っております。冒頭ではねスヌーピーがこう楽器を吹く時代が来ましたかとか言いましたけれども、今いろんなキャラクターが楽器を吹いてるフィギュアって出ているので、見つけ次第でどんどん紹介できたらと思っております。今回あの楽器を採用されなかった方はもうしばらくお待ちください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。